直線がめっちゃ多い。ああそうか、確かに本当に細部まで。はい、ゆうさんがゴードン君の部屋と違いは結構ある。不安なのかもしれない。こんにちは、矢口八虎役を演じさせていただいております前田ゴードンです。今日も絶賛撮影中なんですが、今日はですね、作中の中でもかなりこう大事になってくる、舞台八虎の部屋をちょっと紹介していきたいなと思います。それでは行きましょう。おい何してるんですか。いや、何一回閉めてんの。おい八虎。こちら、はい、八虎の、はい、父親役を、はい、やっております、はい、ヤスさんです。ズームヤスです。どうも。あと八虎、まずはごめん、勝手に入って本当ですよ。息子の部屋にね、勝手に会えると本当、家族としてもちょっとルールとしてね、いや、あんまり見ないですよ。ね、そうなのよ。いやいや、ちょっとね、お部屋紹介するんでしょ。はいはい、それちょっとね、お手伝いできないかなと思って。はい、いいですか。よろしくお願いします。いいですか。よろしくお願いします。改めまして、こちらが八虎の部屋なんですが、ね、ちょっと注目ポイントというか、ね、ちょっと紹介していきたいですけど、お願いしますよ。どうですか ね。でもやっぱ、うん、色が落ち着いてる印象はありますよね。うん、そうだね。ですよね。色合い少ないのって八虎がこう、うんうん、なんだろう、自分表現が怖いじゃないですか。最初は、はいはいはい、そういうのが、うん、なんか表現されてるのかなって感じがしますよ。うん、あとすごい整理整頓されてるというか、うん、こちらの参考書とかもきちっと、絶対に頭がいいですわ。この並べ方とこの問題集の数は、あと物が少ないね。少ないですね。本当に自分の必要なものしか置いてないっていうか、うん、もうこの年でちょっと分かってるのかね、自分にいるものいらないものみたいな。なんかそんなイメージも湧くような部屋です。合わせてるんですよね、多分流行りと。はい、もうほんとあと、うん、あれですよね、うん、直線がめっちゃ多い。あーそうか、確かに、うん、あ、なるほどね。確かにね、まあ、カーペットとか、カーペットね、あのカーペット直線で、そうですね、まあ、確かに、ね、うん、やっぱ最初なんか美術さんに聞いたんですけど、うん、はいはい、やっぱ最初不安要素の多い八虎、うん、だから、うん、こうきっちり、まあ、本の整理もそうなんですけど、はいはいはい、きっちりこうすることで、はい、こう安心、あ、ちょっと落ち着かせるための、はい、そういうのが聞きました。はい、まあ、あと気になるといえばこれですね。え、なんすか。ここ靴の空き箱がめっちゃ多いんですよ。スニーカー好きなのかな、まあ、っていうのもあると思うんですけど、はあはあ、なんか捨てられないっていうのと、はあ、まあ収集癖があるかわかんないですけど、なんかお母さんも実は、うん、空き缶、あ、はいはい、結構キッチンだったりだとか、マリエさん、はあ、集めてて、お母さん、やたらこう四角い靴を、そうかな、空き箱を集めてるけど、はいはいはい、お母さんはそういう丸い空き缶を集めてるって、うん、まあそこの対比っていうのが、まあ、表現されてるのかなっていうのがあります。なるほど、本当に細部まで、はい、ビーツさんが、ね、はい、素晴らしいですね。あとこれ、うん、気になったんですけど、ね、やっぱちょっとアーティスティックじゃないですか。はい、確かに、はい、やっぱ、うん、ヤトラってこういう芸術だったり、うん、こういうなんかセンスというか、まあ、なんか好きだったのかなって、もともと根っこに自分で気づいてないけどあって、うん、まあちっちゃい頃好きだったのだとか、まだこういうのとか、はいはい、まあ、だからこそなんか本当に、はい、そっちの方向に行ったっていうね、いますね。これちなみに学生時代のとか、まあ今でもいいんですけど、ゴードン君の部屋と違いは結構ある。僕、まあ、ヤトラ自身もすっげー共感する部分多くて、あ、はいはいはい、似てるなと思うんですけど、はいはい、だから部屋の方向性もなんか一緒なんですよ。あ、一緒なんだ。はい、まあ僕の場合はもっと物ないですし、もっと色も本当にモノクロとかで、はいはいはい、で
でも本当直線、全部直線。じゃあもう本当にヤトラの不安なのかもしれない。ヤトラよりも実際の豪徳の方が不安、落ち着かせたい気持ちが強いってこと。へえ、面白いですね。改めて、はい、今の部屋っていうのが、うん、まあ、美術始める前で、うん、こう不安だったり、はいはい、自己表現するのが怖かったりっていう、うん、まあ、部屋なんですけど、はいはい、まあ、美術と出会って、うん、どんどんこう考えが変わって、はいはい、が変わってって、まあ、それとともに部屋がどう変わっていくのか、うん、それ楽しみですね。劇場でぜひ確かめてみてください、うん、はい、それでは、はい、ヤトラの部屋のルームツアーでした。ありがとうございました。バイバーイ。いや、ほんといい部屋です。絵を描くまでは俺ずっと透明だった。周りに合わせるのやめなよ。美大とか行きたいわけ？将来性ねえのに行くか。ちゃん、あなたにとっての価値のあるものが知りたいです。どうしてどう塗り替えて、今までずっと生きてる実感が持てなかった。あの青い絵を描くまでは。じゃあ一緒に描こうよ。楽しいからで人生決めていいんですか？好きなことをする努力家は最強なんです。俺の心臓は今動き出したみたいだ。東京芸大は東大より難しい大学、倍率は約200倍。今のままじゃ芸大はきついね。あいつみたいなのを天才って言うんだろうな。大地受かるわけ？え、じゃあ食べていけないでしょ。お前本質を何も分かってない。才能はないかもしれない、だけど俺絵を描くのが好きなんだ。世間がいいっていうものにならなきゃいけないなら俺は死んでやる。ゲゲ離せよ。お前なんて美術じゃなくてもよかったくせに。俺はやっぱり天才にはなれない。だったら天才と見分けがつかなくなるまでやるしかない。悔しいと思うならまだ戦えるね。描いて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 。ブルーピリオド。俺の絵で全員殺す。情熱は武器だ。